はい、どうも武蔵先生です。というわけでアロマチャンネル634のお時間がやってまいりました。はい、今回はインストラクターの試験でまあ1問ぐらいは出るんじゃないかっていうところで、最低限覚えておきたいポイントっていう部分でねお話をしていきますね。なので、まあ、ちょっとねそのものについてすごくね深い説明っていうのは今いたしませんね。なんですけれども、まあこれだけ覚えとけばまあちょっと1点は取れるぞっていうね、ポイントでねちょっとお話していきたいと思います、でまあ解剖生理学ですね。はい、大の皮質、まあ大の皮質ですね、あともう一つ大脳髄質というのがねあるんですけれども、このまあね髄質っていう字はね漢字難しいですけれども、まあバラして考えるとね簡単ですよね。あの骨にあるにここに心尿が入ると髄質と、ではまあこの2つまあ、何にもわからない状態でね、この皮質、まあ、髄質の、まあ、この部分だよね、まあ、この部分を見てもらう。でそうするとまあどうなるかとね、こっち皮ですよね。まあ皮っていうとまあね自分の体に置き換えてみるとまあこのね皮膚の表面ね、なりますよね。やっぱり髄ってなると、まあ、体の中ね、骨髄とかね、まあ、円髄とかね。ということでこのね大脳皮質というのはこっちの大脳髄質を、まあ、覆ってる部分になるんですね。いわゆるあのこうシワシワになってるでしょ、脳みそって溝が入ってて。それがこっち、ね、この髄質を包んでいる表面の部分なので、大脳皮質が外側、大脳髄質が内側というふうにまずねここをまず覚えましょうね。でさらにこれはね皮質の方は肺白質と呼ばれるので、髄質が白質と呼ばれる、ね、これもまあねこの肺がついてるかついてないかだけの違いで、まあ、よく似ています。ですので文章問題で、ね、大脳髄質は肺白質、ね、はたまた大脳皮質は白質みたいな、ね、感じでまあ、問題が出されるわけね。でこれが合ってるか間違ってるかっていうのをね、まあ、選ぶわけなんですけれども、これをね最低限覚えとくとね、この大脳皮質大脳髄質に関してはね。なのでもうこれはねこの肺がついてるかどうかどっちに肺がつくかっていうので覚えていけばいいと思います。なのでもうこっち皮質が肺白質ね、髄質が白質なので皮肺髄白ね、もうねこれをもう念仏のように何回も何回もまあ言うね書くね、そしてしっかりもうね覚えちゃいましょうね、暗記してしまいましょうね。これだけでもまあねこういう問題が出たらまあ1点取れると思いますね、ということでね、例えばまあね、まあ大脳皮質にしても大脳髄質にしてもこれについて、まあ、説明をしていくと、まあ、かなり細かくなっていきますんでね、最低限ねこれをね覚えていただければ1点取れるかなっていうところでね、今回はまあこういう感じのワンポイント動画をね上げてみました、ね、それではご視聴ありがとうございました。